はい、皆さんこんにちは、マネルグループ石です。では今回デモクラシー3続きをやっていきましょう。まずはシャン王国からですね。あと2ターン進めたら選挙がやってきて、再び総裁になれるかどうかというね、選択が迫られるというところになります。まあ、それを踏まえて上で見ていきましょう。まずスーパーヒーロー、街の犯罪と戦うマントウとこの話題でニュースを持ちきりです。僕はね、バットマン、あのダークナイト結構好きだしたんです好きだしたってちょっと言いそうになりましたけど、好きでしたね。で、ジョーカーをちょっとまだ見れてないんですよ。なんでちょっとね、ジョーカーは見ておきたいなと思うんですが、年末にかけてはこれもね好きなんですけど、スターウォーズエピソード9が出るんで、これも見ておきたいなというのもあって、ちょっとなかなかね時間取るのが難しいんですが、ジョーカーと、スターウォーズエピソード9は見ておきたいと思います。ちょっと余談になるんですけど、あの飛行機の中でファウスを見たんですよ、岡田准一の。で、岡田准一はですね、結構好きな俳優さんで、まあ、関ヶ原、チリツバキとかね、このあたりの、まあ、時代劇的なものを好んで見てたんですが、まあ、それでね、ちょうど、飛行機乗ってたらファブスをやってて、岡田准一出てるなと思って、ちょっと見てみたら、結構面白かったですね。という、ちょっと雑談なんですが、ちょっとそれはさておき。経済予測。世界経済は不況か。選挙が迫ってる中での不況は痛いよな。しょうがないですね。予算報告は変わらずですね。世論調査が 32% まで上がった。これ 50% まで上げなきゃいけないので頑張りましょう。で、選挙国。活動家はいいとしてもだ。なんとかして、それなりのね、支持母体を確保しておきたいので頑張りましょう。情報部の報告では、道徳十字軍が危ない感じなの。道徳十字軍。長期間と武装警察をちょっと強化した方が良さそうですね。ちょっともう一度文言確認します。私たちの警察担当者は道徳十字軍と呼ばれる保守的テログループの戦闘能力や動機について急を要する件を示しています。と、はあ、そういうこと？武装警察ちょっと上げましょうか。で、では早速始めていきましょう。前回取れる政策あらかた入れたので、もうできるもの実はあまり残ってないんじゃないかなと思います。できればね、コストがかからないことをやっていきたいので、政治コスト、そしてもちろんお金という意味のコスト、これも含めてですね。長期間少しレベル上げていきましょう。あと武装警察だよね。武装警察もちょっと力を、増しておきたいなと思うので、武装警察も一気に上げましょう。さあ、これで政治力がもうほぼなくなった上でだ。何かできることがあるかというと、経済、取引委員会、クリーンエネルギー、いやー、なんかすごくいいものっていうのがないな。お、無料の子育て教室がある。これはもう即入れよう。即入れて、ちょっとでも子育て世代の票を獲得しましょう。これで政治力ゼロになりましたね。自由主義者の陰謀。お、上部は不安要素を発見。自由同盟と呼ばれる人権協会の熱心な分派は明らかに彼らの自由主義課題を行き過ぎたものにしています。なんかちょっと回りくどいね、言い方が。彼らは抗議の手紙を書こうとするのではなく、明らかに政府を打倒する方法を熱視しています。過激派の中には銃を所持する者もいる。いや、これはやりすぎだよね。まあ、回りくどい言い方で言うと、外資系の会社に勤めているので、英語でやり取りをすることが結構多いんですけど、ある時メールが来たんですね。その内容が、not disconnected って来てたんですよ。違う違う。not discontinued
ディスコネクティッドだったかな。違う。ノットアンコンティニュードディスコニー、ディスコ、ノットアンコ、もうやめましょう。というわけで、協力に感謝します。でだ、35% 厳しいぞ。世論調査 35% は厳しい。内部告発者ですね。秘密情報部の諜報部員がテロとの戦いの暗黒面に光を当てるいくつかの文章をリークしました。暗黒面。ちょうどさっきスターウォーズの話しましたけど。ダークサイドですね。彼女を起訴し、裁判にかけるために何でもやるべきでしょうか。それとも秘密情報部を改革し、彼女が告発したような違法行為の利用をやめるべきでしょうかと。まあ、ここはね、秘密情報部の改革ですよ。で、経済予測。まあ、これも厳しいけど、今一番厳しいのは、世論調査の結果よ。どうするかな ?35% でしょ?結構厳しい数字が出てるよな。逆転できるのかな?かなり厳しそうですね。債務危機。これどうにもならないからね。国外流出も無理。いやー、ここはもう一発逆転狙うしかない。国民から熱烈な支持を得ているものを優先的に、マタニティ休暇。うわ、マタニティ休暇入れたいけどさ、マタニティ休暇入れてさ、その、関心というかその、ね、投与してくれる人が、どんだけいるのかっていうとちょっと難しいよな。まあ、一つはこの企業投資計画はいいよね。100%。有権者の 100% が賛成してくれてるので、これは入れたい。他、支持率が高いものを入れていきたいんですが、どれもコストがかかるな、政治力コストが。政治力コストを入れることがちょっとね、今数が少ないので、うわー、ここの国立モノレールシステムとかもね、すごく評判良さそうなんですけどね。あとは電気自動車イニシアチブ。どうしよう。まずは、マタニティ休暇は厳しいので、企業投資計画、これ入れましょう。で、あと11あるので、11を使って、より、皆さんから、有権者の方から支持を受けやすいもの。自家発電の助成金。これで、100% 得られるっちゃ得られるんだな。他は ?100% 得られるもの。できれば2個3個と入れたいので、コストがね、低いものであれば、一番嬉しいですよね。まあ、そんな都合のいいものが、そんなに数はないでしょうと。いうのはもちろんあるんで、探していくしかないんです。電気自動車イニシアチブ。電気自動車イニシアチブってさ、相乗効果得られるんじゃないの?健康と合わせて。これでいこう。いやー、なんとなくゲームオーバーになりそうな気がする。悔いが残らないように、ちょっと見れるもの全部見ときましょうっていう、ちょっとマイナスな考えになっちゃってますけど。いやでもね、武装警察とか強化したことによって一気に、情報部の、情報内容改善されてそうですよね。で、こちらが投票の結果か。自由主義者が鬼下がりしてるな。他はまあ、あまり動きはなしかな。自由主義者は何を考えているんだ。そこだよね。で、制作もね、入れてきたし。いや、武装警察とか人気ないわ。情報機関も人気ないわ。人気、じゃあ、この画面を見ればよかった。この画面で人気が高いものを優先的に入れるべきだったのかもしれない。とはいえ、もう今更だな。政治思想は保守主義であり、社会主義。らしいですね。本当はね、この資本主義であり、自由主義でありというところを目指してはいるんですけど。とてもじゃないですけど、そっち方面じゃないですね。実績。解放しているのは生存者。
一部の政治家は政治的生存者だと言われていますが、あなたは本当にテロ計画を避け続けたと評判です。そうですね、何度か暗殺されましたが、されかかりましたからね。で、実際暗殺されるとゲームオーバーになります。そういうパターンもありました。あとは選挙の成功。あなたは民主的に選挙で再選を果たしました。そうだね、次の選挙はちょっと厳しそうですが。分裂を生む指導者。必要以上にただ再選を叫ぶことで何とか権力を保ちましたが、あなたは対立を生む指導者だと広く見なされています。そうか、厳しいよな。ダーウィン兄さん。宗教は我が国からほとんど消し去られました。僕もね、宗教はちょっと興味が、ごめんなさい、全くないです。まあ、タイとか行ったら一応ね、お寺は巡るんですけど。さあ、じゃあこんなところかな。運命の選挙に突入しましょう。もう一ターンあるんだね。これで救われれば。大臣からのメッセージが来てるので、ちょっとここから確認します。公益大臣の沢子秋山は、あなたの政府に従事することに疲れているようです。いや、そんなこと言わないでよ。なんとかさ、役職にとどまってよ。組織犯罪を刑務所に送り込んでやったぜ。警察権を強化したことにより。有毒廃棄物、集積所建設。まあ、これは建設強化しようよ。我が国に巨大な有毒廃棄物集積業を建設する提案がなされています。この施設は巨大になる見込みで、建設に多くの雇用を生み出すことができるでしょう。ただし環境への懸念が残る。いや、ここはね、建設をして地元住民の反対意見を非行ね、押さえつけて雇用を生み出しましょう。経済予測は、世界経済は不況。世論調査 44%。 いやー、 44%、 あと 6% なんとか上げたい。あと 6% なんとか上げたい。上げましょう。さて、今回もバラ撒きプログラムをやろう。バラ撒きプログラムを。児童手当 91% か。児童手当悪くないよな。あとはマタニティ休暇、これさっきも見たけどね。今のところ児童、補助金かな、一番効果が出そうなのが。税金。ああ、これもいいよね。自動、自家発電。あとは、教育税金の控除。お、学校給食の無償化。これもいいね。福祉で言った児童手当が18使うんでしょ。だったら学校給食の無償化した方がいいよな。公立図書館もいいよね。二つ入れてなんとか様子を見たい。うん。あー、陪審員裁判か。もちろん僕選ばれたことはないですけど、これやるともう一発アウトで終わっちゃうからな。グリーンエネルギーもきついな。二つ入れてなんとか起死回生図りたいので、10未満のものを二つ選びましょう。まずはそうなると税金で、いや、違うな、広域だね。学校給食の無償化。これ、100% なんで入れます。ほい。で、さらにもう一つ、10% 以下のものを入れよう。自家発電の助成金か。これ一つ候補だね、100% だし。ただ、自家発電できる人って限られてると思うんですよね。僕みたいにマンションに暮らしてると自家発電がそもそも不可能ですからね。バイオ燃料にするか、それとも自家発電にするか、ここは見極めをしたいので一個一個見ていきましょうか。自家発電の助成金、ソーラーパネルや風力タービンなどの自家発電システムを導入する国民に与えられる助成金、クリーンで環境に優しいエネルギーを個人レベルで利用し始めたという欲求を満たすのにいい方法です。国全体のエネルギー効率も向上。まあさっき言ったようにね、マンションとかだと話にならないからね。で、続いてバイオ燃料の補助金。トウモロコシから取れるエタノールを石油化学燃料に混ぜることで、バイオ燃料は石油需要を低減させることができます。これは一般的に環境主義者に人気がある。バイオ燃料のためにトウモロコシを生産して利益を得ている農家にも恩恵。高い割合でエタノールを購入したバイオ燃料は、
ああ、減税処置によって補助を受ける。うん。どっちにするか。これで決まると言っても過言ではないからな。猶予期間が2四半期。2四半期同じだな。どっちでやっても同じだ。であれば、一旦自家発電の補助請求にしましょう。ほい。さあ、運命の選挙。選挙結果、頼む。もう一期やらせてほしいです。だ、ちょっとぞ、押されてる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 ぞ。ぐはぁ。最終的には 30% か、44% まで盛り返したのに 33% で敗退か。危険が 34% って多いね。いやー、投票率が低いよね、これ見ると。選挙の敗因の分析しますか？まず社会主義者からは人気は得てるよね。資本主義者からもボロカスだわ。これが敗因だね。資本主義者から投票 5% しか得られてないから。あと自営業者からも厳しいね。どこがまずかったのかというところですけど、残念だな。はい。というわけで、ちょっと残念な結果になりましたが、デモクラシー3。まあ、こういうゲーム、もうね、個人的には結構好きなテイストのゲームなんで、また新しい、こういう感じのゲーム発見したら、やっていきたいな、というふうに思いますんで、皆さんもね、こんなゲームやってほしいとか、あんなゲームあるよとか、あれば、ぜひぜひ、動画、のコメント欄、もしくはチャンネルのコミュニティ欄、さらには、ツイッターの方に、お寄せいただければ、確認して、やっていきたいなと思いますので、今後とも皆さんのご支援よろしくお願いいたします。じゃあひっそりと引退。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。